1917年11月14日、創立の首位が読み上げられ、私たちは生まれた。海に囲まれたこの国を前に進める使命を帯びて、100年を進むことになる私たちが動き出した。私たちの多くの事業のルーツ、造船事業。幅広い技術がここに集まり、多彩な船を作り出した。水中ロボットや地球深部探査船など海洋資源開発に貢献する製品も続々と誕生。巨大な船を動かす心臓部も私たちの手で。機械事業。船やプラント、港湾に命を吹き込む製品群がここから生まれた。国内シェアナンバーワンの舶用ディーゼルエンジン、港湾用クレーンなどトップシェアの実績が信頼の証。価値を生み出すプラントを世界各地に。エンジニアリング事業。石油資源が乏しい日本の課題に向き合い、石油代替化学プラントの機器を作り始めた。そこから発展したのがプラントエンジニアリング。他にも発電所、橋梁といった社会インフラ、宇宙への探求を支える研究施設など、私たちの技術が形にしてきた。難題もあった。前例のない挑戦もあった。しかし、どんな時も諦めない人間たちがここにいた。何百人、時には何千人が一度に動く大きなものづくり。全てを一人のリーダーが監督することはできない。一人一人がとことん考え抜き、技術をつなぐ。そうやって無限の力を発揮するのが私たちの DNA。 技術が地球規模の課題に向き合うことになった今、私たちには使命がある。環境、エネルギー、海上物流、輸送、社会、産業インフラ。海で鍛えられた技術を地球の全部へ。事業の枠を超え、この星の夢の実現のため、私たちは進化する。三井造船グループは2018年4月、三井 E&S グループへ。誕生から100年を迎え、再びより強く一つになって、新たな時代を切り開く。次の100年へ。今ここが、その始まり。